朝鮮が潜水艦からもミサイル発射を図る中、日本とアメリカ、韓国が海上で共同訓練を行いました。昨日と今日、アメリカ海軍の空母ニミッツや海上自衛隊の護衛艦、韓国海軍の駆逐艦など合わせて8隻が東シナ海で潜水艦への対処などを共同で訓練しました。北朝鮮は先月、潜水艦から巡航ミサイルを発射していて、酒井海上幕僚長は水中からの発射は察知が極めて困難だと述べ、日米韓の能力向上の必要性を強調しました。